皆さん、はじめまして。フリーランスの写真家として活動している高橋健太郎と申します。今年の6月1日に赤赤社から写真集を出させていただくんですけども、2017年の6月から僕が始めたプロジェクトで、北海道に住む2人の生活をとっています。1人は菱谷良一さんという方で、現在98歳で、旭川に住んでおります。で、もう1人は松本五郎さんという方で、現在99歳で、帯広の近くの音吹町というところに住んでおります。 でなぜ彼らを取っているかというと彼らは学生時代1941年の9月20日なんですけど学生時代に特攻警察によって治安維持法の罪に問われて逮捕されますなぜ逮捕されるかというと彼らは生活図画というものを描いていましたその生活図画というものが逮捕される理由になりました生活図画とはどういうものかというと写真をやられている方であればストリートフォトグラフィーという言葉でなら思い浮かべられるかもしれません 要は自分自身の身の回りの生活や公共の場所で行き交う人々やその仕草っていうのをカメラに写真で収めていくっていうものなんですけどそれを彼らは絵で描いておりましたどういう絵かっていうと例えばこれなんですけど菱谷さんんがが描いていいいてててた同同級生同士が本を読ででそれについて話し合うっていうようっよな絵ですねあるいは松本さんが描いていた同級生同士がレコード鑑賞をしている様子でもこれが特攻警察によって危険視されます でなぜ危険視されるかっていうと特攻警察はこれを資本主義社会の矛盾に気づかせて共産主義層を啓蒙する絵につながるっていうふうに解釈したんですよでそれはどういうことかっていうとつまりその時の政治や国の在り方に批判的なメッセージを発信しているっていうふうに捉えられて結局彼らは逮捕されますで彼らは学生時代の1年と3ヶ月を刑務所に入れられます で、僕が彼らになぜ出会ったかっていうと2017年の6月に日本ではテロ等準備罪という法律ができましたで、この法律ができた時に現代の治安維持法なんじゃないかって言われてたんですよねっていうのもあって 治安維持法って僕自身知ってるかなといえば教科書レベルでしか知らなかったのでじゃあこれは調べてみたいなと思って検索をかけたら生活図画事件というものが出てきましたでそれが先ほどの彼らが逮捕された事件なんですけども合計で27人逮捕されていてで取り調べを含めるともっといるんですけどでそのうちの逮捕された2人菱谷さんと松本さんっていうのが奇跡的にもまだご健在で 北海道に住まわれていたので、僕自身は北海道にすぐ向かって取材を始めましたで今回ものすごく端折って説明をさせていただいたんですけどもこの2ヶ月弱の間にコンテンツを充実させたいがために小出しにして、えー、こういう情報こういう情報っていう風に出していきますすいません今回赤赤社から写真集の予約が始まりますなので、えー、ちょっとまあ面白いなと思って くださった方は youtube を気にしていただいたりあるいは本を予約していただければもう本当に嬉しいですしこんな社会の状況の中なのでそれでご興味を持っていただけるだけでも本当に嬉しく思いますはいではあのまた動画をちょっとちょいちょい配信していければなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします